久しぶりの早口道場なんですけど、クラブさんでお買い物をしてきたんですよ。ハートの形になってる、めっちゃリップって感じなんですけど、どういうタイプの香水みたいな匂いがする。そう、女子力を上げたいと思います。私はプラザさんで最近新しくコスメを調達したんですけど、その中でロム&のアイシャドウが気に入りです。研究生の稲津です。スカイファイズ TV に出演させていただいた時に着てたお洋服です。研究生のまほくです。今回は久しぶりの早口道場なんですけど、プラザさんでお買い物をしてきたんですよ。テーマは学校に持っていけるおしゃれなもの、1人3つずつ買ってきたので、はい、じゃあ紹介していきたいと思います。はい、レッツゴー。はい、私からみなつちゃん、まほこちゃんの順番でやっていきたいと思います。まずは500円台のものから紹介します。ミニタオル、サシ入りのハンカチ、かわいいね、うん、これバーバパパで、うん、袋みたいなのがついてて、うんうんうん、これはもうなんかポーチ、なんか巾着として使えるなと思って、ちょっとしたメイクとか入れられるなと思って、ハンカチは学校で給食前とかトイレ行く時とかに持ってって女子力を上げたいと思います。じゃあ次私ですね。はい、私は JIM クリッププリズム、メタリックなんですけど、いろんな色が混ざってる感じのクリップで、でここは普通のこういう挟むタイプのクリップなんですけど、もう一個こっち側にはハートの形になってる教科書とか紙にこう入れる感じのクリップになってて、おしゃれなんですよ。普通のクリップと違うから、これつけてるだけで気分上がるなと思って買いました。めっちゃ可愛い。勉強する気になるよね。頑張る、頑張ろうってなる。私の500円のものはこちらに、スヌーピーのクリップです。ここにスヌーピーがいるんですけど、可愛いのがこうノートからひょこって見えてると確かに可愛いなと思って、うん、テスト範囲のところとかにさ、刺、うん、したらさ、わかるよね。ねー、そこまでだってスヌーピーが教えてくれてるみたいな、可愛い、可愛いね、使います。いい感じですね。じゃあ次、1000円のものですね。はい、ででんと、ミミューエスティックです。ヘアスタイリング練り香水、練り香水としても使えるし、ヘアスタイリングの細かいアホ毛とかにもできるっていう、開けてもいいですか。かわいい、リップかわいくない。これが4種類くらいあって、すごい自分の好きな匂いとかで選んで、うん、こんな感じの、そういう感じなんだ。めっちゃリップって感じなんですけど、めっちゃいい匂いするの。めちゃめちゃいい匂い、なんか香水みたいな匂いがする。そう、だってさ、手首にこうやって塗ったりしてもいい匂いだよね。そう、首元とかにつけてもいいかなって思います。おお、いい匂い、ね、いいね、私も買おうかな。そう、買いましたね、めっちゃいい、いい匂いする。私は文房具系なんですけど、ロルバーンダイアリーメタリックエールホログラムってやつです。ダイアリー帳なんですけど、私部活に入ってて、部活の予定表とか、あと学校行事とかを全部書き込んで、あと撮影の日とかやれば、この大会の日と撮影の日被ってないかなとか学校でチェックできるからいいなと思って、携帯の今までそのダイアリー帳みたいなの使ってたんだけど、家行ってからじゃなくてやっぱ見れないからちょっと不便だったんですよ。可愛くない？可愛い、めっちゃ可愛い。メタリックだし、ロゴも白で飛行機みたいな感じ。本当だ。え、これスケジュール、おしゃれだよね。スケジュール帳みたいな感じ。2022年とか言ってる。本当に一目惚れして買いました、ね、一番に撮ってたよね。一番に撮った、ね、めっちゃ可愛い、うん、私の二つ目はフィアンセポイントヘアスティックヘアシャンプーの香りです。これアホ毛止めなんですけど、うん、さっきのリリちゃんのと違って、うん、どういうタイプなのか、うんうんうん、で、めっちゃ止まるんですよこれ、うんうん、試したんですけど、私も持ってますこれ、うん、もうすごくてシュシュシュ
シュッてやればもう元通りに、しかもこれあれでしょ、ピュアシャンプーの香りです。そう、香りが今つけただけでわーってみーちゃんから来るんですよ。この匂いみんな持ってるやん。うん、うん、私もヘアミストを持ってます。私ボディーミスト持ってます。みんな同じ匂いお揃いになってきたい、うん、ですね。お皿にしてください、プチッカのみんなもね。ぜひぜひ。じゃあ最後なんですけど、せーのでどうぞみんな、うん、最後はちょっと自信あるんですよ。自信みんなでちょっとあるお揃いのものを買ったので、うん、みんなでバンって寄せる、当ててみてください。何でしょうか。5、4、3、2、1、ブッブー。違います。せーの、じゃーん。ニッキのフィギュアフェイスポーチですね。はい、私はひよこです。あの学校のカバンにもひよこつけてるのでひよこにしました。私はラビットです。ただただにちょっと一目惚れして可愛かったので買いました。私はピンクピックです。筆箱が人気だと思うんですよ、うんうんうん、だけど私これのポーチのクマのバージョン持ってるし、ストラップも持ってるんですけど、全部可愛いよね。可愛い。買う時もみんなで一個お揃いにしようってなって、うん、やっぱ学校持ってくってなったらね、うんうんうん、それが一番使いやすそうだから。そうだね、さっき紹介したこれとか、うんうん、これとかこの中に入れても持ち運べるから、トイレとかに。確かに、うん、いいね。これ一個持ってトイレ行っちゃえば、うん、ね。あと後ろに卵が、かわいい、みんなある、うん、ない。あ、今人参がいる。そしてクローバー。え、かわいい。かわいいね。え、ポーチ買ったらさ、ここにもなんかあるから、このキャラクターに合ったポイントのあれがついてて、うん、ね、やっぱり犬とか、クマもあったし、うん、ライオンもあったし、みんなのね、好きなキャラクターが見つかると思うのでね、うん、ぜひぜひあの研究生組とお揃いにしてください。これ、生えてるの？何これ？え、あの頭についてるさ、これね。そうそうそう、ママさん。あー、かわいいじゃん。これなんかちょっと一見見甘いなそうに見えると思うんですけど、めちゃめちゃ入るんですよ、うんうん、なのでボディミストだったりとか、うん、制汗剤、汗拭きシートとかヘアゴムとか、うんうんうん、その辺入れようかなって思います。私はアホ毛直しのと、うんうん、ポケットとかに櫛とか入れるんですけど、ちょっとポケットに入れるとボコッとしちゃうんだよ、うんうん、あれがティッシュとかを入れようかなって思ってます。あ、そうだね、うん、これがメインみたいになっちゃったけど、そうなんですけど、でも全部ね、可愛かったし、うん、便利だから本当でしたね。え、可愛い。早く使いたいな。ね、明日からもすぐ使う、ね、明日から持ってくよ、うん、使おうと思います。はい、ということで今回3人で紹介した商品、全部ね、学校で使い道たくさんあるし、全部おしゃれなので、ぜひぜひ真似してみてください。お願いします。お願いします。今日も最後に見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あのキーホルダーとかもあったんですけど、キーホルダー学校の友達とね、お揃いにしてね。あ、確かにね、学校のバッグにつけちゃって、ちょっとおしゃれみたいな、ね。